リンクたちは魔女シアを倒し、ハイラル王国には平和が戻りました。けれどもハイラルの災いは終わってはいませんでした。マスターソードが抜かれたことで聖剣の神殿の結界が弱まり、封印されていた最後の魂のかけらが解き放たれてしまったのです。魂のかけらをすべて取り戻した悪の化身ガノンドロフは密かに完全な復活を遂げていました。やがて人里離れた砂漠に降り立った彼は、闇の世界を漂っていたザントとギラヒムの魂を呼び戻し、服従を誓わせます。ガノンドロフの目的は全てのトライフォースを手に入れて人間の世界を支配すること。大いなる野望を遂げる足がかりとして拠点と勢力とを欲したガノンドロフは、ゲルド砂漠を支配下に入れることにしました。ザントとギラヒムを従えてついに進撃を開始したガノンドロフ。その先に待ち受ける未来は果たして。
Ha ha ha!